ラ目線、今回しとってオッケー。ハロハロ、こんにちは、ゆんです。そしてどうも、シルクロードです。すごいじゃん、今日どうしたのたまには声張っていこうって。よろしくお願いします。お願いします。ということで、みんなも大好きなシルクくんとの診断開封でございます。はい、今回は2箱ずつ、4箱開けていきたいと思います。はい、今ね、シルクくんの方で言うな開封やってたんですけど、言うな面白い開封結果になりました。まあそうだね、逆に奇跡、なかなか見ないですね。なかなか見ない、あんな開封は見ないですよ。レア開封、ここ最近多いですねこんな開封見たことねえだろうを出すのいろんな意味で、ね、いろんな意味で、まあ上も味わったし下も味わったよっていう、これ以上ないですよこれ以上はないかなと思いまして、うん、私の方でもね、4箱開けていきたいと思います。なんかね、こっちね、うん、入ってそう。パラソルお姉さんかチリの SR はいそう。出したい、うん、じゃあ早速開けていきましょう。じゃんけんタイム、オッケー。最初はグー、じゃんけんぽい、色を選んで、これで俺が SR もし当てたらもらえるっていうシステム。えいいよ、嘘でそんなことはしないよ、大丈夫、そんなね、変な人じゃないからちょっとこう見えやさぐれてないちょっと落ち込んでるよね。落ち込んではないよ、ちょっと、うん、あと、あんまり落ちるとかさ、落とすとか言わないで、あんまり、そういうポケモンいるから今回はそのワードには気をつけていきましょう。そうじゃあ、2ボックス目、はい、最初はグー、じゃじゃ、ぽい。自分の元に来た方、うん、こっちが合ってるよ。開けちゃおう。オッケー、はい、たぁあげていくよ。はい、何が欲しいの。パラソルお姉さん SR は発売当日に引いたので、うん、ちょっと役場ってパラソルお姉さん SAR 見たいなって思ってます。うん、OKOK、トッププレイヤーをね、ほんと引きに行きたいって。今のちょっと OKOK がちょっと、うん、結婚して初めてかもしれないんだけど、うん、頼りなかったいや、俺はね、出すよ、こういう時ほら、見といて、出すから。シルクくんは何が欲しいですか。まあ、パラソルお姉さんはそれは言わずもがななんだけど、うん、結構欲しいのは UR 枠のリバーサルエネルギーとビーチコートかな、うん、欲しい。 UR 今回魅力的なのよ。うん、あとね、個人的に SAR のサーフ号が欲しいかな。あー、うん、あの大きい、そうあのちょっとドヤ顔でニコッと笑ってるやつ使ってたもんね、バイオレットのゲームで、うん、そうあいつしかもレッツゴーあるじゃん。うんうん、あの勝手にこう行けっつってさ、ポケモンと戦わせさ、うん、あれでね、サーフ号速いんですよ結構。金貨に乗ってこうやってピューって前に行ってね。あれ金貨なんだ。そう金貨のなんか、なんていうのかな、サーフィンっていうのかな、うん、まあ C って言うとしたら、S、そうだね、 SR 枠で言うと、もう落とし取りはいいかなもう大丈夫だからほら、あんま言うと、うん、ね、フラグになるってこと、出てきちゃうかもしれない。私から行きましょうか。じゃあお願いします。まあこういう時僕、あのパラソルお姉さん引くよ。引いてほしい。ほんとすごいよ、多分マジで引くからね。行きまーすどうすまあ、SAR は確定で引くと思うよ。はい。そう、あ、グラードン、よく出るね、グラードンね、めっちゃ出る、ね、えまだ見てない。さあ、何が出るんでしょうか。不思議な雨とかね、使えるカードもサーフ号欲しい。サーフ号の SAR が欲しいんで、一番ジラーチも使えるね。しきみは SR はまあ、うん、まあ欲張ると欲しい。あ、なんかいた。いや、なんかいたけど、もうやだって頼むって。大丈夫、落とし取りじゃない。落とし取りじゃない。じゃあ絶対フーパーじゃん。フーパー EXSR、 絶対フーパーじゃん。落とし取りじゃないってやった瞬間、なんかの SR なんだと思ったよ、うん、俺は SAR な気がしたんだけどね、うん、フーパーフーパーまだ当たり、まだ引ける、ま、うわあ、イベルタルだこのイラストかっこいいよね。かっこいい、いける。まだ2枚箱、2枚箱、まだいけるよ、2枚箱。引いたもんね、2枚箱。そう、引いたことある、あるからね、任せて、2枚箱引けるよ、うん、さあ、すねたま、あ、キルカルド、お、うん、頼む、本当にランタン、強いね。これね、アクアスパークね、雷、ムーチョク、80+、このポケモンに水エネルギーがついてる、120ダメージ、200ダメだよ、すごくない？強い、1進化で200出せるんだよ。強い、強いでしょ、うん、ランタン強いんですよ。さあ、ありがとうございました。ありがとうございます。プラスタル、フーパー EX、SR でしたね、はい、欲しいって言ってたもんね、でもね、言ったっけ。
け今日ダメかもしんないな今日ダメかも、そういう日もあるよね。そうなんです、うん、人間こういうのが大事なんだよ。そうだよ、浮き沈みがあって人間ですから、うん、そういう時に支えるのが、うん、そう妻の役目です。そうだね、よっしゃ出せよやばいやばい、いけるいける、ここで SR 出なかったらやばいっすよやばいよこの人、ここでやばいっすよ出なかったら、ここで SR で SR が出たら、あ、煽ってくるよ煽ってんじゃん、青木フラグ、あ、青木、行こう、行きます。はい、これ頑張って出さないとシルク君に煽られちゃうんで。そうだよ、サーフ号、あ、待ってえ待って、え、なんか後ろにいるな、テラスタルみたいな、わーお、あ、でもまあガブリアス SR メインの子ですから、ガブリアスの SR ならまだま, まだ、うん、まだ、うん、まだ2枚箱の可能性もあります。そうだね、まだまだいいかな、まだまだいい、雪目の子よりかはいいかな、ムトトカゲ、おお、やったわ、嬉しい、メテの、かわいい、かわいい、まだある、こっちが、うん、ね、でも期待してないでしょ、え、期待してない、してる、青木を、青木さんお願いします、青木出たらすごいよ、チラチラ、オクタン強いよね、うん、なんかオクタンって結構デルタビ強くない、強い、あの電撃もね、うん、電撃ウラオスデッキ持ってた、やったー、プラスル、プラスル、今日振るわないね今日振るわないね2ボックス目、ガブリアス EX の SR でした。はいはい、まあまあまあ、テラスタルの SR の中では1位まだ大丈夫、最後しっかりとね、ここで締められるんで大丈夫よ。あ、じゃあ先行こっか、私、どうぞ、うん、僕引けるからいいですよでもお互いカプコケコの SAR 引いたね。そうだね、持ってるね。でも SAR の中だったらカプコケコが多分レアリティ的には高くない。なんでそんなマイナスのネガティブ発言するの。逆、今はって話してる、こっから挽回、そう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 、ここで出すから大事、挽回ブリーチ読んでたっけあなたブリーチ読んでたっけ読んでないでしょ知ってる挽回なんか1個ある。知らない、聞いたことあるだけ。知ってる刀の名前ある。知らない。雪目の子の特性、強化水月っていう刀があるんだけど、それが敵のむちゃくちゃチート級に強いやつの刀。うん、だからあの雪目の子の強化水月って特性が見た瞬間、みんなめちゃめちゃ強いと思ってた。うわっ、強化水月じゃんって。で、今ベリって落としたけど大丈夫だいたい手元とか足元とかでユンちゃんが狂う時って、その話まだ続きそうって時だからねそんなことない、うん、いや、そうじゃない、そんなことない、今のはそうだったな強化水月の話長そうだなって顔してなかった。違うよ、してなかった。じゃあ任せましたよ。はい、ほー、あ、任せましたよやばいこと言うじゃん、やばいこと言うじゃん、もっと他のなんかセリフあったと思うよえ、なかった。いや、ってあるけど、プリーザ様といえば代表的セリフじゃない、うん、まあ、代表的ではあるけど。では、行きます。うん、ゴー、クラスラ、クレクレ、ズルック、ゴージャスマント、ほら、来るよ、来る、え、もう来んの、サマンタ、サマンタ、いいね、チリちゃん頼むよ、サマンタ、クレクレ、ガバイト、え、何、なんかいた、なんかいた、なんかいた、え、どうしよう、ちょっと待って、あ、やばいかも、来た気がする、来た気がする、チリちゃん、いや、パラソルお姉さん味があった、え、嘘、いきます、せーの、おー、 SR、 すごい、 SR パラソルお姉さん出た、やったー、パラソルお姉さん引くね、おー、よかった、引けたね、引けた、やばい、引けた、引けた、やばい焦ってる、やばい、やばい、 いや、いいよね、いいね、いいよね、いや、 SR でもいいよ、たまにありますからね、もう1枚あるってことも、うん、イベルタル、イベルタル、AR、はい、パラソルお姉さん、雪目の子、なんか強化追撃、それそれそれ、はいはいはい、2枚箱あるか、あるかも、あるかもしれない、後半ここでなかったら俺が SAR 低いからないわ。そうだね、あとはもうないかな、ないね、なさそうだね、ない、ないです、はい、ない、やばい、おー、パラソル
お姉さん引いたね引いたイエーイパラソルお姉さん出し た, 出したうわやばいパラソルお姉さんの SR ぐらいか他は SR チリちゃん SR チリちゃん他はテラスカルとか欲しいのないいらないかな大丈夫もういっぱい出てくれてるから大丈夫かなでも動画的に落とした方がいいんじゃないないえテイクで、かぶりガブリアスは早く開けてもかぶりガブリアス怖いよねあ、でも SR 臭くない後ろがテラスカルでしょうんすごい点々点点えパラソルお姉さん来たくさくないこれタマンタ前にいたらありえるよタマンタがいると、うん、ね前にいると SAR 説高いってっていうジンクスが今ジンクスがあるのよ落とし取りあるからね落とし取りまあ落とし取りはいいや落とし取りAR も順調に集まってきたんじゃないね、揃いそうさあ何ちょっと待ってね、怖いぞリベルタル、ミミズ、ゴース、ひとつき、ゴマゾ、かわいいこのゴマゾかわいいほっぺぷにぷにマイナじゃん、プラスルとマイナン揃えましたこうするとね、うん、絵がつながるんだよねうんかわいいでもなんか常に仲いいんだなっていうのがね後ろの絵でわかるよねここでね、うん、本当だそううんいつもこの4人なんだろうねうんいい絵だいい絵 AR はこうやってつながるからいいんだよねうん楽しい見応えがあるよねランタン電池がそうハルキアこの次パラソルお姉さんの次この次 SAR 可能性あるいきますせーのおかぶりガブリアスかぶりガブリアス終わったかぶりガブリアスかぶりガブリアス今回ははいしょうがないなということで、4ボックス目、カブリガブリアスでした俺だって今回フーパとガブリアスでしょマイナー今回ちょっと個人で開けた方も合わせてちょっと渋かったねちょっと渋いね、ちょっと結構だな結構、トレーナー1枚も引いてないもん青木か青木引いてた2枚箱で引いたわ、うん、2枚箱で青木引いたね、確かにあれがピーク青木がピークですこれはちょっとリベンジじゃないですかまあいつかリベンジだろうねね、レイジングサーフうん、パラソルお姉さんの SR にだって2枚引いてるでしょ2枚引いた俺 SR 引けてないし SR も引けてないからねなんだったらチリちゃんも引けてないし次ちょっとチリちゃんとパラソルお姉さん SR 狙いだね出したいなーうわーちょっと落とし取りとかぶりがぶりやつやばいな何かしらどっちのチャンネルもかぶりがあったね喧嘩しないようにじゃないこれ喧嘩しないように1枚ずつ分けてデッキ作ってねみたいないやでも俺フーパでそっちパラソルお姉さんなら喧嘩するでしょここで喧嘩しないとしてももう1枚の結果で喧嘩するよということでシルクくんの方のチャンネルでも開封動画撮ってるのでよかったら概要欄から見てみてください、はい、面白い開封になったと思います両方まあ、いずれあとシールド戦もするかシールド戦やりたいねこれシールド戦できるから、うん、見てよフーパネタ戦また外れてるよ当たるときいつもさ楽しそうにここら辺うろちょろすんのに、ね、ルン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 外れたかじゃあいいよ寝ようって普通に爆睡だもん以上ユンとシルクでございましたそれでは皆さん今日も一日お疲れレーションバイ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 プが文句言いに来た文句言いに来たごめんよごめんなさいごめんねちゃんとしろ